ゆてん TV をご覧の皆さん、どうも。俺と出会った君の運命は俺が全部決めてやるから、ゆてんでございます。たとえ今俺が着てる T シャツのプリントのように、てめえの運命を決めるコインを投げなくても、このゆてん T がてめえたちの運命をいい方向に導いてやるよねっていう話だからね。幸せはいつもてめえの心が決めるトゥエオっていう話だから、例えば朝起きて鏡を見て、今日も私めっちゃ可愛いとか、今日のコーデセンスありすぎるとか、ランチがめちゃくちゃ美味しい店に行って、そのランチが最高なんじゃなくて、最高なランチを食べてる私がもっと最高と、それぐらいのナルシズムとモチベーションを胸に日々生きていくことをスタンダードにしたら、それだけでもてめえたちの人生のクオリティは格段に上がるよねっていう話だし、何事もポジティブに捉えたり考える癖をつければ必ず幸運が訪れるものなんだよね。ただそんなことをわざわざ丁重に俺が教えてやったとしても、それでも実践しようともしないどうしようもないクズ野郎のてめえたちもいるわけじゃん。そんなてめえたちがてめえ自身を変えることができる方法がこの世にたった一つだけ存在するんだけど、その方法が何なのかっていうと、今すぐにこの U20 のチャンネルを登録することだよね。そうすれば、この神の生まれ変わりどころか神そのものである U20 が毎日ありがたいお言葉をてめえたちに投げかけて、日々のモチベーションも上がるし、この U20 のあまりに美しいご尊顔を拝んだら、おのずともっと綺麗になりたいとか、ダイエットしようとか、来たるその時に備えて脱毛しようとか思うわけじゃん。そうだから、てめえたちがこの U20 のチャンネルを登録しないっていう選択肢はもう一切残されてないよねっていう話だから、いい加減てめえの心の声に素直になって、今目の前にあるチャンネル登録ボタンを押すことから、てめえの人生の歯車は回り始めるよねっていう話やね。で、まぁ、今回ね、このUTENTVを通してね、まぁ、てめえたちにね、伝えたいのが、いよいよね、ちょうどおととい、39度熱が出たっていう報告動画を出したにもかかわらず、その直後に実家に帰って、めいっ子とケンタのチキンを食べる動画を出して、体調不良なのに実家に帰ったんじゃないかっていうことで、またしても炎上仕掛けてるエミリンなんだけど、本人があからさまに俺の動画をチェックして、動画にコメントを付け出したり、さらに SNS でわけのわかんない煽りをして、前代未聞に香ばしく仕上がってるということでね、ただただ不快になるだけの甲高い声で、オープニングの挨拶を始めるエミリンとは違って、同じ兵庫県出身 YouTuber でも、さらに都会の町出身で、1万人に1人と言われる奇跡の美声で、てめえたち全員の心をわすがみにするこのトゥエリンが、その日に絶え間なくガソリンを注ぎ込んでやるよねっていう話だからね。まあ、このUTENTV撮ってるよねっていう話だよね。今までのエミリンの炎上だったり、俺が独占レポートをしてると言っても過言ではない、エミリンが手掛ける高級ブランドエドナの、あまりにも悲惨な売れ行きの状況だったり、セール情報に関しては、自称サバサバ系っていう再生リストに、全部関連動画をぶち込んであるよねっていう話だから、この機会にぜひ過去の動画見てほしいよねっていう話なんだけど、エミリンは、ちょうどおととい俺が動画にした通り、39度の熱が出たっていう報告動画を出した直後に、実家に帰ってめいっ子とケンタのチキンを食べる動画を出して、その動画を見た視聴者から、この状況で体調不良なのに実家に帰ったのかっていう疑いの声が出まくってて、前回体調不良なのにミュージカルに行って炎上した教訓を全く活かさずに、またしても香ばしく燃え上がっちゃってたよねっていう話なんだけど、前々からこの U20 の元には、一部のてめえたちからコメントや DM でまるで俺とエミリンが裏で繋がってるんじゃないかっていうぐらいに、例えば俺がエドナのセールに関して動画を上げた直後にエミリンがメンヘラ動画を上げたり、その後俺が出したエミリンがヒカルに告白ドッキリをして2秒で振られたっていうことを動画にした時も、その直後にフクレアンとのコラボ動画で YouTuber とは恋愛できないし告白されても断ると、そうやってあからさまにこの U20 がエミリンに関する動画を出すたびにエミリンがアンサー動画を出してくることから、間違いなくエミリンはてめえたちの一員だし、逐一この U20 の動画をチェックしていると、そう誰もが疑わなくなっちゃってたんだよね。そして今回実はそれを検証するために、俺は Twitter とインスタで一昨日の動画を上げた直後に、エミリンは俺の動画をほぼ確で見てるから、この動画を見て本人の動画の概要欄に、実家に帰省したのは体調不良になる前ですと後書きするかもと、そして一昨日の夜9時56分時点のスクショを載せて証拠として残しておいたわけなんだけど、その後俺の予想通りに、エミリンはインスタのストーリーを更新して、さらに動画のコメント欄にも同じ文言が書き足されたことから、てめえ完全にUTENTトラップに引っかかりやがったなっていう話だよね。
これでエミリンは間違いなくこの U20 のご尊顔を定期的に拝んでるよねっていう話だし、わざわざ俺が指摘しないと時系列がバラバラだとか、実家に帰った動画が体調不良になる前に撮ったとか、そういう補足説明ができない時点でてめえの危機管理能力やその意識はゼロなことも完全にバレバレだからっていう話だよね。そしてこのツイッターの書き込みを見た時はさすがにこの U20 も目を疑っちゃったよねっていう話なんだけど、ちょうど昨日の夜にエミリンはツイッターを更新して過去に出したアンチ全員かかってこい相手してやるよっていう動画のサムネのスクショをつけて、1年以上ぶりにアンチコメ募集的な企画としてハッシュタグエミリンにストレスをつけて、私にストレスを与えてください、私に一番ストレスを与えた人が優勝ですとそんなとんでもない募集を図書として始めちゃったよねっていう話なんだけど、それっててめえの動画の承認制のコメント欄に承認できねえコメントが多すぎてメンブレ起こしてんじゃねえのっていう話だし、炎上したからってまたアンチ煽って自暴自棄になってる場合じゃねえからっていう話だよね。本気で傷つくとかないとか言っちゃってんだけど、てめえが誰よりも繊細で傷つきやすいのは完全にバレバレなんだから、無駄に強がってさらにてめえを傷つけるような行動はやめた方がいいんじゃねえのっていう話だし、逆にこれをエンタメとしてあえて煽ってんだったら俺はとことんやってやるからマジてめえ覚悟しろよっていう話だよね。あとその弁明の文章を書いたストーリーに映ってたのが北海道限定のヨーグルッペっていう飲み物なんだけど、これはもしかしたらてめえもこの状況で北海道旅行行ってるくせに私に物を申してくるなと、そういうメッセージと捉えられなくもないよねっていう話だから、この2つを俺に対する挑発と捉えてこの U20 は完全に全面戦争の準備は整ってるよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まあ今回ねエミリンが俺の動画を見て動揺したのか、俺の思惑通りに弁明文章を書き足して、そして SNS で謎の煽りを始めてしまったということでね、まあこの U20TV 撮ってるよねっていう話なんだけど、ちょうど昨日エミリンは多分新宿のイケアだとは思うんだけど、営業時間前に店を貸し切ってイケアの商品を爆買いする動画を上げてたよねっていう話なんだけど、てめえ爆買いとか言って小物しか買ってねえじゃねえかよっていう話だし、どうせ行くんだったら港北とか船橋とか大型店舗行った方が取れ高あったんじゃねえのっていう話だよね。そして、イケアマスターであるこの U20 から言わせてもらうと、ちょうど8月の31日まで3万円以上のものを買えば、まさかの配送無料キャンペーンを今やっちゃってるよねっていう話だから、安くておしゃれな家具を探してるてめえたちは、今すぐにイケアの店に行って、この機会に家具を買うことをおすすめするよねっていう話だよね。まあ、ただ、イケアの家具は、物によっては、組み立てが結構複雑だったり、組み立ててもバラせない家具が多いから、引っ越しの時に搬送を断る業者も多いよねっていう話だから、その点だけはどうか頭に入れた上で家具の購入を検討した方がいいよねっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、いよいよ過去最高に香ばしく仕上がってるエミリンだよねっていう話なんだけど、またアンチを募ってどうなっていくのかっていうことにも注目していきたいよねっていう話だし、この挑戦状を叩きつけられてるトゥエリンがエミリンと直接対決する日が訪れるのをてめえたちも楽しみにしててほしいよねっていう話だからね、今すぐにチャンネル登録と高評価をして通知モンにした上で次の動画また全裸抱きしまえたと思います。それではね、またネクストU20TV でお会いしましょう。See you!